やばい、1時間終わった。2回目続きですね。タグの地下、この辺に大きな、あー見つけた、見つけたけど多分俺が死んだのはこんなところじゃない。さっき死んだのが、1回目死んだのはここですね。いけんだろうな、ストレージとか。後で見てみよう。あ、取った痕跡がある。ということは、この辺で、そうだ、この辺だ、多分。この辺でばらまいたっぽいのがあるな。オッケー。あ、しかも、ここってあれじゃん。はい、痕跡があって、痕跡じゃねえや。スキャンするやつがあったとこだ。ってことは、この地水中に、落ちてるんだろうけど、坂になっててボロボロ落ちて、多分あれだな、下に転がってってるな、これ。Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. ないっすね、ない。落ちただろうけど、うん。こんなの探してるやったら新しいやつを見つけた方が早そうだ。こいつらやっつけらんねえのかな。うざいぞ。使いつつの上昇で緊急脱出。シュシュー。あ、これですね。やっぱりそれ。あ、全然あるじゃん。浮いてるんだ。あ、下に落ちるとかじゃないのね。はいはいはい。見つけた見つけた。よかった。はいはいはい。これだけ回収していきやすい。シュシュ。これがチタニウムかな。浮き袋は浮き続けてる。待ってくれと。取りにくいなと思ったらそんなことか。石英もな、絶対使うか。チタニウムでまたロッカー作るか。これは、これは違うのか。なんかグラフスフィア。よし。どこ石英。うわ、痛い、びっくりしたい。ちょっと待って、やめて。一向にいなくなる気配がない。なんか加えてるぞ、あれ。あ、持ってくのね、ああいうの。いいよ、どうぞどうぞ、持ってってくれ。あ、ケルブスアルファ。色が分かり始めたから。よし。お、石英石英。あ、インベントリがいっぱいです。帰ろうじゃあ。これも、これだけスキャンしよう。イエーイ、石英ゲットダブル。多分もうないよな、スキャンできるやつ。うん、なさそう。確か。自分の。俺、金属片か。うん、これ、スキャンできるの？ちょっと海面に出て場所を探す。なるほどね。船に対して、こっち側。オッケー。うん。魚がジャンプしてたの。陸上もあるってことだったんですけど。ちょっとパッと見た限りで陸っぽいところは見えないな。
結構範囲が広いってことなのかもしれないですね。いやー、わかんねえな、あっち側。を使いましょう。まずは場所食うやつを回収。ファイバーメッシュで回復。おお、ガラスガラス。時間がかかるな。連打をすると画面まで戻されるからせっかちは注意ですね。ガラスガラス。よし、これでいけるぞ。で、色鉱石で導線を作って、バッテリーはマッシュルーム、そうだ、バッテリーも1個必要だったな。よし、4つぐらい手に入れて飯食おうか。むしゃむしゃ。水。おお、すげえ回復する。未知の卵です。未知の卵です。これ卵邪魔だな、マジで。バッテリー。これで道具が。人工重力を使って。小さ、軽い物体や。へえ、これ何に使うんですかね。潤滑油。あ、潤滑油。あ、待って、間違えて、ボタン押しちゃった。バッテリーに米作っちゃった。あ、ライトが作れる。シリコンゴムが足りない。シリコンゴムあっちの下に入れてたな。ちょっと回復しますか。ちょっとゴミみたいなやつは捨てるのはもったいない気がするけど、この辺は。なるほど、ちょっとこっち買っとくか。で、チタニウムをちょっと突っ込んでおきますか。おお、充電率ってあるのがあるの。バッテリーなくなったらどうなるんだろう。充電とかすんのかな。自動で充電してくれるのかな。ちょっと微妙ですね、わかんないですね。あれ、下にものが足りないのは、まあ、さっき入れたからだな。あれ、どこだっけな。あ、ちょっと下にも入れちゃったよ。よいしょ。電気回復してないですね。よいしょ。個人用ツールの、あー、リペアできました。やった。そっか、おお、なんか爆発した。
A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 18 9 8 7 6 5 4 3 2 1 何事？環境が変化してんのかなこれ。おちょっと待って、ガリガリいってんぞ。中に入ろう。放射能スーツが必要になってくるのか。これはこれか、ファイバーメッシュと鉛。ファイバーメッシュはクリーブなんとかで作れたけど、鉛確かさっき死ぬ前に1個取ってたんだよな。あの石砕いて手に入れてましたね。洞窟潜りながらそれ探しますか。使えそうな素材は一旦ここに詰めときますかね。これとこれとこれと、バッテリーもいらないな、入れとく。卵とかはいや、よいしょ。これいらない、捨てちゃおう後で。サンゴのコーラルチューブいらないか、種子1個あればいいでしょう。落とした石英を拾ってきたいけれども、これちょっと上に入れ直すか。そうだな、卵とこれとゴミ類を入れますか。あれ捨てちゃう。はい、だ。チタニウムを上に入れときたいな。上に入れるスペースなんてあったか。よ。ないね。あ、ある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 。オッケーオッケーオッケー。あ、そう、鉛っこ手に入れた。よかった。で素材としては、つまり鉛があと1個と、あとあれだよな、シーグライト素材、シーグライト素材を使って、潤滑油だな、潤滑油が必要でしたね。潤滑油でプロトに入れてくるという感じですね。リペアツールをクイックスロット割り当てで、おお、修理できてる。来ねえじゃんこれ救出。はい、配電盤も修理しよう。バッテリーとかあるんだ。これ充電どうすればいいんだろうな。充電、ヤッホー。あ、医療キットが、あー、なるほど、なんか調査結果が出たっつってたぞ。リバイア3級、何それ。ああ、なるほどね。放射能スーツ、これが早く欲しいな。おお、ちょっとでも進みましたね。シャトルパック、え、何これ、こんなんいたっけ。
life. This is a for your convenience. Short warning. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. クリーブバインのあれを切りつけてメッシュを作る素材を手に入れてくる必要があるのと鉛か。これを水上に設置して下にってのをやったらいいと思うんですけど、いやそこまで重要な素材的なものがあるのかな。携帯建設の上何なんだこれは。この辺が作りたいな。下に基礎なんか室内的なものがあるんだな。やっぱりハッチ、ホーン、ファブリケーター、通信機、あ、この辺も作るようになるんですね。これがさっきのビルダーか。ビルダーで必要になるんですね。ビルダーは あれビルダーどこだ。あ、どっかにビルダーがあったんだよ。またこれだな。ビルダー、コンピューターチップ、配線キット、何コンピューターチップって、テーブルコール、金はまだ見つけてないですね。クイックスロットに割り当てますか。おお、これ押し出される形式なのね。そうすると、ナイフ、浮き袋、ライト、浮き袋、こんな感じか。あ、違うな。え押し出される形式じゃないの。選択した状態でなのか。何が今入ってない。スキャナーがないのか。入った。次ライトをもう一回やると、スキャナー、あれ入れ替わるだけなんだ。わからん割り当て方がわからんとこね。ライトが今度消えた。入れ替わるだけ。割り当て方が分からん。バツを押すとなくなるんだよな。まず割り当てを解除するとかもないんだな。リペアツールがいらないから、リペアツールを外したいんですよね。うん、むずいぞこれ押し出す形式だけど、なんか順番が微妙にあるっぽいな。ん、これなんだ。違う、なんか充電できる、ソーラーパネル合わせる。そう、てか水がやばいな。そろそろまずいぞ。水も食料もなくなってきたな。充電できる素材的なものはなさそうっすね。とりあえず一旦これを、そっか、これをまず設置しなきゃいけないのか。前は後で決めましょう。で、浮き袋がないから浮き袋を入れると、飯を、こいつじゃないんだよな。あった、水や。意外と石油は落ちてますね。
掘れる素材あった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 。こっからチタニウムか。チタニウムでもなんかさっき基板とかじゃね、基礎とか見たらあれでしたもんね。結構家の素材で使うんで必要なくなるってことがなさそうですね。まあ、デスペナー自体がそんなに物を落とすだけだったら軽いんで、使用装備とか落ちてなかったし、目玉目玉あれですね、腹減ったら死んで家に帰って死んでっていうのを繰り返してもいいかもしれないですね。うわめっちゃ逃げるなあいつ。そして上に浮いてった、いなくなったぞ。の卵なのかな。そうするとこれってなまりを手に入れたいですね。倒せそうもないんだよな。だいたい切りつけると逃げていくからな。なんか完全にただの環境生物みたいな感じなんですかね。よし30秒経ったから戻ろう。チップの素材になるんで、これは回収していきますか。結構場所は、あ、大丈夫だな。そんなに場所は食わないですね。もう一個ぐらい手に入れとく。先に種と、これももういっぱいになりそうだな。種2個取って終わりかな。これは種2個、うん、なんかマークがついてるぞ。インベントリがいっぱい。よし潤滑油を作って、これでシーグライトが手に入れられますね。これで移動速度アップ、通信が入ったってことなのかな。これは戻れ。上から、意味はないけど上から、よいしょ。通信聞いてみよう。Receiving pre-recorded distress call, laying back. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic.Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA.
BDA どこ、あ、これか、録音されただけかしか。おお、マップ上に表示されるんだ。イエーイ、潤滑油。できたー、バクン。なんかでかっストレージ大きくできないのかな。でかいぜマジで。これクイックスロットに割り当てる。何が弾き出された。スキャナーあるでしょ、ライトある、ナイフある、キブクル、まあこれでいいか。次が装備として服だね。服これも欲しいけど、コンピューターチップや配線キットがまだまだ手に入りそうにないので、カバン的なものはないのか。カバン的なものはないないですね。ファイバーメッシュ、ファイバーメッシュは2個必要だったか。落ちちゃったね。よし、まあいい、石英と銅鉱石を詰めとくか。いっぱいいっぱいですね。早いとこ拠点が欲しいですね。拠点があれば多分こういうのも中に設置できるようになったりするんだろうな。わざわざ下にとかめんどくさすぎる。これ整理はちょっとできないですね。これ水が欲しい。ファイバーメッシュと鉛か。え、充電、え、お、なんだこれ、すごいぞ。上に表示されてる、なんか CG3D で。こりゃいい。あ、しかもめっちゃ速い、これ。ヤッホー。え、これでも充電って大丈夫なのかな。パクッと落とした。やばい。速い。これで、あ、魚とか手に入れるのも、追っかけるの大変楽になりましたね、これ。OK。OK、石、石、石がある。もう逆に早すぎてこれ難しいぞ浮き袋で殴るっていう。金、お、金、やったー、金だ。コンピューターチップいけるぜ。やっほー。死なないようにしよう。30秒、いけるいけるいける。いけないよな。上に上がりやすい。シューッと。
潜れ。さて、一応ね、これだけはね、回収しとこうかな。ファイバーメッシュが1、2、3、なんと。これだけでマップ超いっぱいになってんじゃね？いっぱいだ、帰ろう、一旦。家どっちだ？あ、めっちゃ戻ってきてる。グイーン。海面に出ればそれでも上がりますね。よし。はい。This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Oh, むしろ俺を助けてくれよ。これこれファイバーメッシュこれ2個できればですね。 OK。 あとは鉛2個。鉛はもう石岩ここづくしかねえな。むしゃむしゃ下だな。ケルブサルファー今後あんま使うか分かんないし、なくしたくない素材を入れる。銀、お、銀鉱石も来てんじゃん。あんまり、あら、消火器これちょっとあっちだな。よいしょ、これでいい。さあ行こう。お、開いてる、イエーイ。なるほど、なんか時間によってガンガンご飯という名のご飯じゃない何かになっちゃってるしね。鉛なんてないよね。鉛なんてないよね。一応チェックだけしちゃったな。ないね。いらないものを詰めてこう。発電灯も使わねえな。使いどころが難しい。回復も1個しかいらない。こんなもんでしょう。ファイバーが手に入れたからとりあえず今回は鉛を見つけたい。鉛を見つけて探索に行こう。ライト2個、どっちも使うなんてことはできない。余ったれたことはできない。さっき来たとこだな。バッテリーが切れたらどうなるか恐ろしいな。充電できなくてゴミになったらやばい。あまりじゃない。え、なんかめっちゃ怖いんですけど。移動は高速にしよう。あ、なんだ、余ったれたことできました。素材だけ残ってなくなっちゃって。お、ここは痛い。なになに、石で埋まってるじゃん。ここめっちゃダメージ食らった。石井わらまいだ、どこだ。
残ってますね、ちゃんと。ただ、スイッチキーはしばらくいらないから。欲しいですね、鉛が。これは、あ、金属くず。いやー、これ微妙だな。金属くるを手に入れてしまうとカバンが、そうだよな、ちょっとでかくなりました。この周辺はなんかある程度手に入れちゃってるな。めっちゃ手に入れられる。でも水の素材が手に入ってないな。石英。なんか重いのか。マジでバッテリーのなくなる速度は速いぞ、C ぐらいと。あれ何あれ、やばそう。おお、やばそう。シーグライトの方が早いか。いや、どっこいだな。かな、あったー、折れるところ、ミッケ。チタニウムでした。おこれは取れる。銅鉱石か。うん、なかなかないな。水深 100m だと深すぎて絶対いけねえや。もう一個が、一個しかなかった。浅瀬。浅瀬だったらいけるか。塩、お、塩をゲットした。初塩ですね。これももしかして塩。なるほどね、この辺に塩。金属くずは今はいいや。塩をゲットした。塩、これオバービッシュ、オバービッシュ。だけどな、鉛が結構レアなんでしょうね。金とか銀もそうだったけど、まず掘れるところがほとんどなくて、なかなかね、なかなかな。あ、来ました、鉛ゲット。これとっとと帰ろう。自分の脱出ポットを探す。あった。え、あれ、あ、こんな離れたところに来ちゃったの。ソーラー光で充電なんてことはできないですね。
水分足りねえじゃねえか。死んじゃうよ。これで潜って探しながら行きたい。あ、いたいた、いっぱいいる。あれ、水分。漂白剤の、あ、そっか、漂白剤の素材、塩をゲットしたから、それでちょっと水も多少できるのか。よしよし、いっぱいいる。今はなくなったみたいなんですけど、昔は魚が復活しなくて、乱獲すると水が取れなくてやばいとかってのが書いてありましたね。 OKOK、 とりあえずいいでしょう。いや、やばいな、 57% か。バッテリーどうするんだろう、マジで。バッテリーを作って付け替えていくのかな。なくなったり、今バッテリーを付け替えるみたいな動作が特になかったからな。パブリケート、また回復ができてる、できてなかった。じゃあ、まずは服をファイバーメッシュ取り出さないとね。メッシュ2個、鉛2個、よいしょ。これで漁船探しに行っても放射能でとかってなくなるのかな。イエーイ、見して体的なの。放射の手袋、この上がなんかチップ的なアイコンになってるな。外すことできるんだ、へえ。おお、いいね、よしよし。食料で、塩が、いや、まあ今は飯なんかよりも漂白剤を作っちゃうか。漂白剤は、コーラルチューブのサンプル、下だな、こんなとこにあるはずもねえよ。いっぱいになった。コーラルチューブはこの辺、とりあえず、わかんないからとりあえず全部、どれくらい水が違うのか気になりますね。おお、11か。いかついマークが出てたな。水を、お、結構違いますね。2倍か。あ、しかも漂白剤だけでできるんだ。へえ。あ、いいじゃん。水、あの魚を必要としない。やった。バッテリーがなくなる。よし、OK。で、魚を調理。
がな、結構意外と貴重なんだよな。よし、これででも一通り装備は揃ったぞ。消火器とか持ってった方がいいかな。これまだ燃料 100% だし、うん、消火器は持ってきましょう。脱出している他の味方がどんな行動動きをするかが分かんないんでね。よし。でご飯も食べるか。やっぱ量腹の膨れが少ないやつから食べた方がいいな。そうはない死んじゃう死んじゃう。ここに卵2個と。よし、これで整理終わったぞ。そしたらどうしようかな。一応水は2個あればいいか。うん、2個あればいいですね。食料もまあいい、そんなに、まあ、でもな、残してない。これを置いていこうかな。こんな感じで。よし、じゃあこれで次回脱出ポットに向かうとしましょう。じゃあ今回はこれで終わりにします。ありがとうございます。